こんにちは、カオルンです。今日の日付は3月の14日土曜日ということで、3月の14日といえばホワイトデーでございますよね。ということでこちらを買ってまいりました。メインとなるのがこちらの手作りセット、濃厚ベイクドショコラでございます。こちらをね、今日は作っていきたいと思います。であとはね、使うかわかんないんだけど、こちらのソフトマシュマロだったり、ショコラをね作ってる時に間に入れられたらいいかな、溶けてる時に。こちらのハート入れていったり、あとはね、せっかくなんでお絵かきしたいね、デコペンホワイト、こちらも使っていきたいと思います。でね、僕ってあんまり料理しない人なんですけど、でもせっかくなんで今回料理をあまりしない僕がこうお菓子作りをする、しかも男性の人がお菓子作りをするっていうのはなかなかね、動画にもないと思うので、せっかくみんな見てくれてるということは最後まで見ててほしいなと思います。で、今日撮影してる日が3月14日なので、もう次動画上げるときは1週間後、2週間後になるかちょっとわかんないんだけど、まあ確実にね、ホワイトデーはもう終わってるわけです。ただね、ホワイトデーのために、みんなに見てもらうだけじゃなくて、単に男性が作るお菓子作りの魅力だったり、あとは普段料理をしない人が作るっていうところに今回の動画の意味はあると思うので、ぜひ最後まで楽しんでもらったらなと思います。それでは早速ですが、キッチンに行ってみましょう。レッツゴー。はい、ということでね、早速作っていきたいと思います。やり方はね、後ろに書いてあるんですけど5段階ありますね。はい、ということで鍋にお湯を入れたので、こちらを IH でかけていきます。はい、ということでね、お湯が50度ぐらいに温まってきたと思うので、こちらの説明書に書いてあるルビーチョコレートを入れていきたいと思います。はい、ということでね、ちょっと見づらいと思うんだけども、先ほど粒状だったルビーチョコレートを50度のお湯に溶かすことができたので、こちらを次に、こちらのミックス粉、こちらをルビーチョコレートに混ぜていきたいと思います。ミックス粉を入れることができたので、こちらを混ぜていきたいと思います。やばい、ここでハプニングが発生。なんと、さっき入れたのミックス粉だと思ってたら違う、今は粉湯だった。実際ミックス粉はこちらでした。どうしよう、ちょっと入れちゃおっか。入れてみましょう。おー、なんで間違えたんだ。少し早めに作ろうかな。どうしようかな。だいぶまとまったんじゃないでしょうか。こちらを次に、絞り袋が入ってるのでそちらに入れていくらしいです。はい、ということでね、先ほど作ったルビーチョコレートの生地を絞り袋に入れることができたので、こちらにあるトレーの上に乗せていきたいと思います。でポイントは中心から外側に絞っていくと。まあね、難しいと思うんだけど挑戦していきたいと思います。はい、ということでね、完成したんですが、もともとね、説明書には12個作れるって書いてあったんですけど、まあ僕がね、多分途中で粉湯入れちゃったから、もうね、チョコレートが固まっちゃってて、出すのにむちゃくちゃ大変だし、さっきも話したそのキャップの先っちょの後ろからはみ出てきちゃうっていうのもあったので、まあ無理やり作ってね、10個にしかならないし、形もこんな感じにしかならなかったんですけど、まあそれでもね、一個一個ちゃんと小型になってるから妥協点でしょう。今からね、ラメパウダーかけてオーブンでやっていきたいと思います。こちらのね、格用のホワイトチョコレートも開けたので、どうしようかな、汚いやつのできたやつに絵柄描いて無理やりごまかしていきましょうか。はい、ということでね、ラメも入れて、ホワイトチョコレートで無理やり汚いハートですけどハート入れたり、クモマーク入れたり、ギザギザマーク入れたり、丸入れたりとしてみたので、今からオーブンでやっていきたいと思います。ということでね、チョコレートなんとかできましたよ。今からお皿に盛って
レビューしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということでね、完成いたしました。よっしゃー、なんとかできた、イエイ。それではいただきます。いや、なんだかんだね、いい香りがするんですよ。あ、おかしいっていう感じの香りです。very good。 甘さはね、そんなに甘くない。普通にいい感じの甘さで食べれるので、食べてる人は美味しいのかなと思います。ただちょっと水分が多いかな。なんだろう、何がいけないんだろう。特に水を混ぜたりはしないんだけど、もうちょっと焼いてもいいのかなっていう感じはあります。でも味は全然 OK ですよ。普通に食べてほしい、みんなに。それではごちそうさまでした。はい、ということで今回は手作りセットのノーコードベイクドショコラ、こちらをやってきたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。最初にも話した通り、今回はホワイトデーの企画っていうことでやったんですけど、動画自体上がるのは1週間か2週間先になると思うので、今回のこの動画っていうのは料理が苦手なちょっと男性の方に見てほしいっていうのと、なかなかね、男性の人がお菓子作りをやる動画っていうのは YouTube に上がらないと思うので、皆さん楽しんでいただけたらと思って今回やらせてもらいました。ということで、今回珍しくかおるんチャンネルの動画良かったじゃんって思ってくれた人は、ぜひチャンネル登録、そして高評価お願いいたします。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。バイビー。